断髪式とは、大相撲の引退した力士がそのシンボルとも言える、大いちょうを切り落とす儀式のことを言う。切り落とされた大いちょうは、一般にはガラスケースに入れて保存される。相撲博物館で展示されることもある。展示で芸能人など力士以外の人物が、公の場で髪を切り落とす行為の比喩としても、用いられる場合もある。詳細は、引退相撲を参照通常。 引退に再始年寄り名跡を襲名した力士の場合、引退相撲引退襲名披露大相撲と名打たれて開催されることが通例において、引退した力士の家族、講演者、恩人、友人らが次々と土俵に上がって、門付け羽織袴姿で座っている引退力士の曲げに少しずつハサミを入れ、最後に引退時の師匠にあたる親方が曲げを切り落として終了となる。師匠が 最後に切り落とす行為を止め、現在では引退力士は椅子の上に座るが、昭和20年代中頃までは土俵の上に正座していた。また土俵の上はロールシートが T 字型もしくは十字型に敷かれるが、2000年代以降はレッドカーペットをイメージした赤いシートが使われることが多い。力士によっては300人以上がハサミを入れることもあるが2003年。 5月場所後に引退相撲を行った高野花の場合は本人の希望もあって相撲協会関係者、息子の花田雄一、実刑で横綱だった花田正浦親戚、同期生である海王ら50人に泊まった。土俵上は女人金制ゆえに男性のみがハサミを入れるために土俵に上がることができる。しかし2010年9月場所後に引退相撲及び断髪式を行った。 千代大会は、自身の希望に基づき実母にハサミを入れてもらうべく、断髪式の途中で土俵を降り、土俵下でハサミを入れてもらう演出がなされて、以降、同様に断髪式の途中で土俵を降りたり、土俵の隣に設けたステージに移動したりして、女性にハサミを入れてもらう演出が多く見られるようになった。断髪式は、引退力士にとって、長年が頭の上にあった曲げがなくなるため、 本当に大相撲から引退してしまうのだなという気持ちや今までの相撲人生においてたくさんの思い出が蘇るという理由からか引退時記者会見ではさっぱりとした表情で話をしていた力士であってもほとんどの場合感極まって目から大粒の涙を流してしまう場合が多い。制発及び着替え後は一種のお約束として身内の女性にネクタイを整えてもらうパフォーマンスを 求められることが多い。断髪式時点で独身だった玉野党は、同部屋同期生の玉飛鳥が、稀勢の里は、現役時代から仲の良かった小野川親方が、婦人役を買って出て、笑いを取っていた。引退相撲は原則として、毎年1.59月の本場所終了後の1週間後の土日に、両国国技館で開催される。また横綱、大関など人気力士の断髪式。 披露パーティーの模様ともなれば、当日にテレビ中継されることもある。本来、断髪式では引退当時の師匠が、年寄り名義で止めハサミを入れるものであるが、何らかの理由により不可能となる場合がある。その場合は別の年寄りが代理を務める。引退から断髪式の間に師匠が退職したことにより、指定関係が消滅した場合、元師匠が、 個人名義で止めハサミを入れることもある。以下にその実例を引退相撲が開催されたケースに、限定の上、理由別に挙げる。断髪当時に襲名していた、年寄り名跡を四個名後ろの格好書きに記し、引退力士以外の年寄りも現役時の四個名で記す。師匠の死去、編集師匠の退職もしくは廃業、編集師匠の疾病に伴う欠席、編集2枚観察。 引退直後の部屋継承などに伴う、指定関係の消滅、編集引退力士本人の希望、編集師匠の不祥事、編集席取りに30場所以上在位した力士は、両国国技館にて引退相撲を行うことができるが、この条件を満たさずに引退した力士は、国技館の大広間等を借りたり、部屋の先週落語の打ち上げパーティーのプログラムに組み込んだりして、引退相撲を伴わない。 断髪式を行うケースが一般的とされる。この条件を満たした上で引退し年寄りを襲名した力士の中にも経費の問題などから断髪式のみを行うケースも多く見られる。このような形式で土俵以外で断髪式を行う場合は女性も出席してハサミを入れることができる。2000年代以降引退相撲を伴わない断髪式においても 国技館の土俵を使用するケースも多々見られる。その他、特殊な形式で行われた断髪式に、次のような例も存在する。師匠と喧嘩別れをしたり、不祥事を起こしたりしたことを理由に引退した場合、師匠に断髪式の開催及び出席を拒まれ、師匠以外の有志に断髪式を開催してもらい、止めハサみを入れてもらうケースもある。以下に、過去の実例を示す。 なお、不祥事を起こして引退した場合でも、力士時代の功績を考慮し、師匠に通常の断髪式を開催してもらい、止めハサミも入れてもらえるケースもある。いかにその実例及び引退理由を示す。力士のシンボルでもある曲げを切るということは力士でなく、なることを意味するが、日本相撲協会とたもとを分かったり、現役生活の続行を断念したりする決意を明示すべく、 断発式を経由せず、力士本人が自主的に曲げを切るケースも見られる。しかし、自主的に曲げを切る行為により直ちに引退、廃業が成立することはなく、曲げを切っても引退届が提出されていない場合は、現役力士を続行する権利は残り、実際に自主的に曲げを切ったものの、引退届が提出されず本場所に帰算して、後に関取に昇進した例も多々存在する。 頸椎の負傷や脳の負傷で手術を伴う治療を要する場合や重症の頭皮疾患の場合曲げを残したまま治療を続行することは物理的に不可能とされるため力士が現役中にこれらの治療を要する状況に陥った際は自主断髪を余儀なくされる力士がこのような経緯で曲げを切る場合は引退を前提としない関係上 形式上の断髪式は行わないことが一般的とされる。後に関取に在院した力士が治療のために自主断髪を行った前例は存在しないが、2004年3月場所から2012年5月場所まで東刊部屋に所属した元三段目、太閤丸豊は校舎の理由で入門直後に自主断髪をし、すべての力士生活をスキンヘッドのまま過ごし、話題となった。 力士が現役中に没した場合、物理的に断髪式が行えない。関係上、51代横綱、玉の海、正宏山口、うち、辰岡山一陣がそうであったように、曲げを残したまま納棺されるケースが一般的とされる。前例は不明であるが、曲げを残した年寄りが没した場合も同様とされる。ありがとうございます。